キャロル・チョムスキーは、アメリカ合衆国の言語学者である。主長は、ザ・クイジション・オブ・シンタックス・イン・チルドレン・フロム・ゴツ・ー・ジューで、言語獲得の分野では重要な文献となっている。ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。結婚前の名は、キャロル・ドリス・シャツ。5歳から知り合いだったノーム・チョムスキーと1949年に、結婚した。その後、イスラエルの寄物に滞在したことがある。 彼女の父はヘブライ語学校の校長であり、母はそこの教師だった。なお、ノームの父はヘブライ語学者であり、ノームも10代にヘブライ語を教えている。1951年にペンシルベニア大学よりフランス語で学士号を取得し、1968年にハーバード大学より言語獲得に関する学位論文によって博士号を取得している。その頃、 夫のオットノームは、ベトナム戦争に対する反対活動の政治犯として、投獄されており、一家の生計を立てるため、キャロルは教師として働いていた。1972年より1997年まで、ハーバード大学教育学部で教鞭を取った。ハーバード大学を退職後は、多忙な夫をサポートしていた。2008年12月19日、ガンのため、 マサチューセッツ州歴シントンの自宅で英民、78歳没。キャロルの主要著作である、ザークイジションオブシンタックスインチルドレンフロムゴツー r 1 0は、現在の知見からは問題があるものの、後の用事のシンタクス獲得の研究に大いに刺激を与えた。以下に概要を述べる。言語獲得において、まず、セマンティクスが獲得され、 およそ5歳から5歳半でシンタクスの規則が獲得され、ちょうど初等学校の年齢の間、規則の獲得が継続される。これは、5歳以下の幼児が次のようなシンタクスを背景と、する現象で、正しい判断を示せないことによる。一つは語彙に支配された現象で、コントロール公文の補文死語の空書、タフ公文の補文目的語の空書の解釈がちゃんと、できず、 表層上類似した公文とシンタクスに関わる区別ができない。もう一つは、束縛原理 C に関わる現象で、3において代名詞がそれが投与する名詞と同一指示になるという誤った判断を示す。このような統合現象に関して、およそ5歳から5歳半で劇的に正しい判断が示せるようになる。これにより、シンタクスの規則はすでに獲得されているセマンティックスに、 駆動されて獲得されるという。キャロルは幼児の統合判断を知るために人形や絵を用いた最初の研究者であり、幼児の言語獲得のテストの重要な石を築いた。ありがとうございます。